人とはまだまだ音楽にまつわる話をしていきたいと思いますが、とそうです、お二人とも共通してデザインを自分でされるじゃないですか。はい、そうですね。それへのこだわりとかちょっと聞いてみたい。なぜそこまでやるのか。なんかちょっと上から目線になっちゃうんですけど、はい、デザインだけじゃなくて音楽にまつわる諸々のことを他人に頼んで、あんまりこう良くなった試しがなくてすごい頼むことはあるんですね。そう、なんかやっぱり自分で全てパッケージする方がその楽曲の価値観とかがガチッと固まるかなって思うので、やりたくなっちゃうんですね。あ、自分で。僕も同じですよ。だから多分バイオマンとか、その僕がネコネムの本当に大好きなバンドなんだけど、こうごつっと本人がある人っていうのはどうしても自分でやりたくなることがいろいろあって、それで僕は人に頼んだ時の喜びもすごい感じるんだけど、今はデザインに関しては次出るやつもそうなんですけど、割とね、素人だからできることってあって、やっぱりプロでどんどんデザインをしていると、そういう友達がいっぱいいるのですが、見ているとそれによってつく癖みたいなのってあって、割と安全な方を選ぶとかさ、後でお偉いさんからクレームがつかないようにするとかっていうのは割と無意識で起こるのと、あと必要からそのあんまり変なことしちゃうと最後の最後で納期ギリギリで直してって言われる可能性があるからとかっていうのは分かるし、それでだからプロの人がやらないことって結構気がつくんですよ。あ、こういうことは避けるんだなみたいな、安全性の上でっていうか仕事を円滑に進める上で。で、僕の場合はプロではないので、そのプロっぽくやろうとしてなくて、わざとプロの人がめんどくさいからやらない部分ってなんとなく見えるんですよ。意地悪な見方なんだけど、はい、で文句がつけられて、やっぱり仕事ってさ、お金出してる人がいたり、いろんな思惑の人がいたり、法律があったりなんかできてるから、プロでやってる限りはやっぱりね、安全を取るところはあると思う、でその上できちんと表現するんだけど、僕はそんなにそれを気にしないで、どうせ自分のだから自分が文句つけるわけでも、自分が文句納得すればいいんでしょみたいな、そんなに自分の仕事の環境として誰かにバッツリ止められるっていうことが割とない環境にしていて、でそうである限りはなんかデザインは割と冒険して、あんまり人が面倒くさくてやらないようなことをやるのが面白いと思っていて、どうやってこれできてるのみたいなものがすごいCD ってこんなパッケージできるんだみたいな、そう、なんか面倒くさいで、それはなんかそういう風にやって、ほらこんなこともやっちゃっていいんだよみたいなのって、なんかそれこそ素人の立場だからこそやれるなと思って。そうですね、確かに。あの DIY 感みたいなのがすごい小沢さんらしいし、すごい可愛いなと思うし、なんかこっち側も勇気づけられるというか、あ、それだと一番いい、こういう表現していいんだみたいな、なんかそこはすごい音楽でもデザインでも思っていて、あ、ちょっと元気になるようなことが出せたらいいなと思ってます。うーん、確かに。物販とかも僕全部自分でデザインするんだけど、もうすごい労力なんだけど、でもやっていて、なんかこのふざけた、なんか最近のツアーの物販は自分が93年にギターを弾いていた姿をポロみたいに刺繍にして、ポロシャツにして、でもよく見るとポロっぽかったですね。そうそう、よく見ると小田健がギター弾いてるっていうのを作ったんだけど、そういうなんかニヤッとしちゃうことっていうか、ユーモア、そう、ユーモアがすごいですね。ユーモアです、多分。あのそうかっこいいの帯とかも、ああ、ね、斜めのむちゃくちゃな方できるのだから、なんとなく、あと世の中に対してどっかこうひっくり返すっていうか、裏返すみたいなことがもともと好きなので、デザインはすごい自分は合っていると思って、その技術を身につけるのも大変そうですけどね、その実際、ああ、いられ動かすみたいなね。いや、好きです。なんか勉強が好きなんですよ、僕は。要するに、なるほど、学んでできるようになるのが、そうです。バイオマンさんはそういうデザインのお勉強とかはされてると、一応大学でコンピューターの浅く広く学ぶっていうようなコースに行ってたんですけど、あ、そうなんだ。でもそこではもう全く何も吸い込んでなかったですね。もう適当に授業行ってっていう感じ、もう自分独学ですかね。今につながるようなことは、多分俺も小沢さんと同じとも言えないけど、いやいや、もうなんかその自分の
手札を増やすのがなんか楽しいみたいなのが、なんか DIY って結局はその成人教育にちょっと似ていて、結局は自分を教えてるんだよね、何かを自分でやることで。何かをやるためにさ、なんか自分を教えて自分の世界を大きくしていくっていうか、いつもさ屋根とか自分で直せたらいいなとか思うんだけど、屋根とか直したらおそらく全部の屋根のがなんて面白く見えるっていうかさ。あ、確かに分かります。分かる。そう、俺もあの最近チェーンソーの免許を取ったんですけど木を伐採できるっていう。そうしたらなんか山旅行行ってて、山とか行ってたら、うん、あここは植林やな。そうなんだよね。あ、分かるようになるんですね。そう、視野が広がる瞬間。そう、それが DIY ってなんかお金を節約してるって思われがちなことなんだけど、そうではない。割と自分で教育、自分を教育して自分の世界を大きくするみたいな。で、森違って見えるでしょ、伐採免許持つと。そうそうそう、俺持ってないけど。だけどデザインを自分でするようになると、他のデザインを見てもなんか分かるんですよ。あ、この人どういうことやってんだ、あ、ここはでも危ないからこうしてるんだなみたいなさ、それで世界が広がるっていうか。そうですね、なんか楽しみが増えるから、なんか何してても飽きないみたいな良さがあります。そう、でも P さんも自分で洋服を作るんだもんね。あ、洋服作ってますね、うん、でもなんかその技術的な面で限界を感じてしまうので、自分の場合は。そこもでも教えてもらってやるそうですね、やれたら楽しいんだろうな。なんかそういうものが、なんかそういうものの方が濃くなって、より伝わりますもんね、受け取り手の顔、人たちに対して。でそれに気がついてくれる人が好きです、僕。だからそんなにめんどくさいことやってんだよっていう人は僕の受け手ではないので、その、あ、そうなんだって、その感性で気がついてくれて、さっきみたいに勇気が出るって、クス、小沢さんこんなことやったんだバカじゃんって言って勇気を持ってくれるみたいなことの人と、になんか届けるのはもうすごく気持ちがいいので、はい。普通はあのめんどくさいこと言うとすごい嫌がられるっていうか、普通通んないんで。そうですね、普通は、ね、普通は通んないんで。とでもね、僕はなんか大企業で働いてる人でも、実はなんかすごい心が通じると、あ、実はこういう風にやったら通っちゃうよっていうのを教えてくれる気がする。なんか企業の人だから止めちゃうじゃんっていうのは、本当はでも企業なんて本当は人間でできてるから、なんかどっかでね、みんな裏テクを知っててね、こうしちゃえば、なるほどね、そうこうしちゃえば実は意外と余計に燃えるかもしれないですよね。そう、意外にその人にとってもなんか面白いことになったりする気がして、だから素人がなんかをやるっていうのは悪いことでは なんかその本人にとってもちろんいいことだし、実は他の人にも、あ、そういうやり方あるんだみたいなのを与えてる気がするけどね。でも君がチェーンソーの免許で何をしてるか知らんけど切ってるんですか。切ってるんですか、うん、おじいさんおばあさんが持ってた山の木を それを処理しないといけないから、親父にちょっとチェーンソー免許取ってこいって言われて、それでなんか免許僕の友達は免許マニアで東大でなのに、免許大好きで次から次からと何でも持ってるんですよ。なんかもう本当なんか分かんないけど、クレーンとかも動かせるみたいな。あ、今生け花なの、習い事始めて免許目指しても花の見え方変わりますね。変わりますね。そういうのが DIY。 そうですね、自分で全部やるっていうのが自分にとっての世界が広く、うん、そうですね。お弁当とかもそうですよ。ああ、お弁当作られてるんですか。お弁当めちゃくちゃ作るんですけど、その朝お弁当きちんと作るようになって、やっぱり他の料理の見え方も変わったし、うんうんうん、スーパーの見え方は全然違いますね。あ、どう変わりました。うん、なんかそのこれってこのためにあったんだみたいなものが見つかるっていうかさ、なんだろう、何があるかな。なんかさ、昔はさ 3B とか言ってデートしちゃいけない、バンドマン、ベーシスト、バーテンダーあれバンドマン 2B だな、ベーシストも被ってるってみたいな感じ。今なんだっけ、3C とか言って、3C、クリエイター、クリエイター、カメラマンで、カレーにうるさい人。あ、そう、カレーをスパイスから作る人。カレーを一から作る人。そんなにある。僕昔カレー一から作る人。しかもバンドマン。あ、しかもバンドマンだし、最悪。すごい流れだ。え、バイオマンさんはさ、そのちさことジェンタと猫眠る、はい、どっちもやってますけど、猫眠るも20周年ですもんね。はい、そうです。僕は途中参加で15年ぐらいなんですけど。長い。もうそもそも最初がその当時
あのモノポリっていうコルグのアナログシンセを持ってて、うん、でそれを猫眠るのレコーディングに貸してて、うん、であの録音したんですけれども、そのシンセ持ってるし今度ライブレコ発あの弾いてみてやって言われてそんなノリなんだ。そう、それ別に俺キーボード奏者でもないのに呼ばれて、うんうん、そのままずるずるあのやってるっていう感じですね。でちさことじゅんたは、猫眠るでボーカルを入れて曲作ろうっていう時があって、それであのボーカル入れる用の曲を俺が作ってたんですけど、ストリングスとか入ったりとか、うんうん、あの猫眠るでは再現できないようなことをやってしまったんで、もうこれはあの別で出そうってなって、あ、それがちさこ、それが始まりなんですよね。なんでどう違うかっていうと、猫眠るって結構どうでもいいアイデアをもうポン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 って入れ込めるおもちゃ箱みたいな、そうそうそう、おもちゃ箱っていうかなんかゴミ箱みたいなゴミ箱じゃないなんか小沢さんとかあるかもわかんないですけど、何か一個アイデアがあったら、うん、あのそれをどこかに消費するまでなんかモヤモヤするっていうか、うん、ずっと心の中にあって、うん、アウトプットしなきゃダメなの、そうそう、ね、ちょっと排泄みたいな感じにしないといけないんですけど、うん、それが猫眠るの場合もう何でも受け入れてくれる受け皿になってるんで、だから長く続いてるのかもしれないですね。そう、適当になんかあの6人1人も無駄がなく、うん、本当に力関係が美しくて、うん、すごい奇跡のバランスで成り立ってる猫眠る、うん、と そのもうちょっとちさことじゅんたはまた違う、ちさことじゅんたの方は結構あの自分のエゴを投影してるような感じですね、うん、ほんまに心から思ってることとか、え、歌詞もバイオマンさんですよね。そう、ほぼそうですね、歌詞もいい、いいんすよね、うん、なでもその無駄に自分とか考えてしまうんで、結構制作はすごく遅くて全然曲は作れてません。グッズばっか作ってます嬉しいけどファンはそろそろ小沢健二さん、バイオマンさんとお別れの時間となってきましたが、それぞれお二人に質問をしてもいいですか。はい、バイオマンさんは、はい、そうだな、今後の展望とかありますか。今後の展望、まあ、猫眠るが20周年っていうこともあって、うん、あの長く続けてるんですけど、うん、まあ、30周年ぐらい行きたいですね。いや本当にすごい美しいので、それであのみんな配信とかで聞くのもいいんだけど、うん、ぜひぜひライブを見てください、はい、猫眠るのライブってもう空間なので、はい、牛追い祭りをあの YouTube で見てもあんま盛り上がらないけど行くと盛り上がるみたいなものなので、ぜひライブ、はい、ぜひ、なんかもう終始温泉に浸ってるみたいな気持ちよさが結構最高なんで本当素晴らしいです、うん、みんなよかったら行ってみてください、うん、はい、じゃあ小沢さん、小沢さんはそうだな、すごいバイタリティめちゃくちゃいつも元気だなっていうイメージがあるんですけど、どうなんですかね、それはどこから来るものなんですかね。好きなことばっかりやってるから好きじゃないことはやらないでも嘘がない感じがすごいしますよね小沢さん。なんかだけどあれじゃないですか、多分一回音楽ばっくれて本当世界中行ったし、うん、そのちょっと旅行で行くとかじゃなくてがっつり南アフリカに4ヶ月半住むとかさ、うん、そのベネズエラにボリビアに6ヶ月住むとかさ、うん、そういうことやってもちろんニューヨークってとこがあって、なんかこの世界はこんなんだなっていうのをすごい感じて自分の中にあるから、なんかそういうのはすごい幸運なことだったし、あと僕受け手、自分の作品の受け手がすごい大好きです。だからちゃんとやろうと思うし、これからもう日本にはいらっしゃるんですか。そうですね、あのもう日本全然、今アメリカとんでもないからなるほど、じゃあ音楽活動もここからまた、そうですね、デザインもしたいし楽しみですということで、今日は小沢健二さん、バイオマンさんをお迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ピーコとオーサムシティクラブのボーカルポリンがナビゲートしてきましたワーミュージック、いかがでしたでしょうか。はい、あのすごい濃ゆい時間を過ごさせていただいたんですが、貴重なお話たくさんお伺いすることができました。途中ちょっとヒヤヒヤしたりもしたんですけれども、皆さんにも楽しんでいただけたら幸いです。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は B でした。